どうもこんにちは、サバです。じゃん。2003年のスペクター USA NS2 のボルトオンです。はい、まあ、ボルトオンっていうと廉価版のねモデルがすごく多いと思うんですけど、このモデルに関してはめっちゃいい、低っ、はい、いやすげえいいのよ。2003年ってね、何なんだろうって感じなんだけど、はい、まあ、比較的新しいじゃないですか。そのクレイマーキラーなんだって言われてたよりも、まあ、ずっと後の話なんであれなんですけど、いやでもね本当に素晴らしいです。うん、こういうの引くとやっぱりユーロってめっちゃいいけど、確かにまあしっかり廉価版だなって思いますね。はい、あのブリッジはオリジナルのあのなんかでかいやつじゃなくてヒップショットが使われてますね。これはでもヒップショットでもカスタムっぽいです。あの裏通しの穴がないんで、うん、もしかしたら高さも変えられてるかも。ちなみにねボディに埋め込まれてます。ちょっと分かりづらいですけど、はい、で、はい、裏にはサインがあって3ピースのメープルネックですね。はい、あのペグが5等です。うん、でブラスナットで、で EMG のピックアップっていう感じですね。でメープル2ピースのボディ、あのアルダーバックとかじゃないです。はい、全部ねメープルであの構成するっていうやり方ね、僕は結構好きで、ペデュラとかそうですよね。はい、なんか独特の音がするなと思います。硬くなりすぎるとかないし、はい、だってこれもさメープルボディでメープルネックで EMG っていうね、なんかすごくこう音もするとタイトすぎるとか硬くなりすぎるとかそういう風に言われてしまうんじゃないかなって思うスペックなんですけど、まあ全然そんな風には感じないですね。逆にすごくふくよかだし、はい、まあ音も聞いていただきましょう。これね、あのセンタークリックないんでちょっとあれなんですけど、とりあえずなんとなくいい感じにして弾いてみます。Thank you.
ピックアップリアに振って少しイコライジングして弾きますね。ポジションを変えて今だんだんミックスまで来たんですけど、やっぱねリア一発でもちろんその低音はそんなに出なくなっちゃうんだけど、そこでねこう含まれてくるミドルのこの感じがっつうとなんかあれだけどね、そこがなんかこうミックスした時もちゃんと生きてて、なんかやっぱりそういう豊かなところがこのベースのすごく素敵なところだなと思いますね。なんかねよく僕バキつくって言うんですけど弦が芝の上だけで鳴ってるような感覚が全然なくて、こう全体が一つの楽器になってる感じがねすごくするんだよね。でこれねめちゃくちゃシンプルだし、あんま高そうに見えないわけなんだけど、なんか弾き心地はめちゃくちゃスペシャルですね。はい、このスペクター相当いいですよ。っていうこの良さをどうやったら伝えられるかっていうね、はい、ことをやってるんですけど、もうちょっとこう引っ叩いてみたりしますね。
まあいいんだよね。はい。これね、出音だとすげえ分かりづらいかもしれない。うん、なんか弾いてるこっち的にはすごいなんか楽しいベースです。はい。何なんだろうな、これなんでいいんでしょうね。それを説明しろよっていう話なんですけど。はい。めっちゃいいよっていう。まあそれだけ。はい。まあ最近ね、アメリカ製のスペクターかなり数少なくなってるんで、これはね、かなり希少なんじゃないかなと思います。で、スルネックのね、本ちゃんのさ、モデルはもう80万とか100万とか当たり前の感じになっちゃってるので、ボルトオンの、はい、アメリカ製の NS2 ってね、まあ、価格的にもいいところだと思いますし、うん。あ、29万8000円の予定なんですけど、はい。これはね、うん。かなりこう、ミュージシャン受けする楽器だなと思いました。ただね、弾いてもらわなきゃわかんないよな、っていうことで動画撮ってるんですわ。はい。っていう、これ GIB 横浜にあるので、よかったら弾きに来てみてくださいな。っていうことで。